ガリト・チャイト・モラッシは、イスラエルのクファル・サバ出身の女子、フィギュアスケート・アイスダンス選手で現在はコーチ。1998年長野オリンピック、2002年、ソルトレーク・シティオリンピック、2006年、トリノオリンピック・アイスダンス・イスラエル代表。2002年世界選手権銅メダリスト。身長158センチ。現在は、アメリカ合衆国ニューダージー州、パラマス在住。 パートナーはセルゲイ・サフノフスキーとマキシム・セボスティアノフ。アメリカでフィギュアスケートをはじめ、最初のパートナーはマキシム・セボスティアノフであった。このチームでは1992年と1994年に全米選手権に出場している。チームは1994年にイスラエル代表に転向し、この年の世界選手権に出場。しかしほどなく、 チームは解散する。次に、チャイトが組んだのが、セルゲイ・サフノフスキーである。1996年から二人はチームを組み、活動を始める。目の覚めるような美貌の、チャイトと骸骨のような風貌のサフノフスキーは、そのショッキングなルックスの取り合わせで人気を博す。また競技においても、抜群のスタミナで活躍し、1990年代後半から2000年代、 前半のアイスダンス界の名脇役として、数多くの国際競技会に姿を見せた。イスラエル代表として2002年世界選手権で、初めてメダルを獲得したチームでもある。冬季オリンピックには3度出場し、1998年、長野オリンピックでは14位、2002年、ソルトレークシティオリンピックでは6位、2006年、鳥野オリンピックでは8位であった。 2007年に正式にアマチュアを引退。現在はアメリカでフィギュアスケートのコーチとして活動している。ありがとうございます。